徳永義孝は、ジャパンラグビーリーグワン東芝ブレイブルーパス東京に所属するラグビー選手。7歳からラグビーを始めた。2011年、関西学院高等部卒業後、関西学院大学に入る。なお、関西学院大学時代、関西大学ラグビーリーグ戦 A グループで1回の優勝を経験した。2015年、関西学院大学卒業後、 東芝ブレーブルーパスに加入。同年11月14日に行われたジャパンラグビートップリーグ第一節のクボタスピアーズ戦に先発出場で公式戦初出場を果たす。しかし同年12月12日に行われたパナソニック戦で相手の腕を噛んでしまい6試合の出場停止処分を受けた。2016年リオデジャネイロオリンピックの7人制日本代表に選ばれ、 同年12月には、スーパーラグビーサンウルブズの2017年スコットに入った。2017年4月22日に行われた、アジアラグビーチャンピオンシップ2017韓国戦にて、先発出場で日本代表初キャップを獲得した。2019年8月、ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出されたが、大会での出場機会はなかった。また同年、 東芝ブレイブルーパスの共同首相に就任した。ありがとうございます。